で、まあ大学の方に住まれて、そして、一度山下設計の方を務めになって、そしてまあその後、まあ、今井先生の研究もやってるんですが、それはちょっと後でお聞きすることとして、で今井先生もあれから今度は先生が独立をされてから運用しだしと白浜中国ございますよね。その中で私自身もちょうど大学院生だった時に先生にこういうスケッチを書いていただいた記憶があるんですけども、白浜の中学校の、まあ、通常こういう風景がこういう断面の地形があるんだけども、それをまあこういう形に地形記述を変える形で新しい、校庭とそれから教室群、特別教室というような形に変えていきますよね。だ先生はその場所に、立たれて、その中でその空間を読み取られながら、全体 の、 その空間、この場合には中学校という教育の場のあれを一応全部こう空間を自然も含めて統合して一つの場に変えていかれますよね。でそういうものがすごい、このスケッチは私はちょうど池原研究室に大学に入る前にこれ先生に書いていただいたことがあるんですよ。これはその時のスケッチじゃないと思いますけど、私自身も書いていただいて、でこの考え方がやっぱり所沢聖地霊園の背景なる造形林があった4メートルもの土をこう持ってこられて、中に、一応礼拝堂と納骨堂という聖なるの、まあ、そういう場を作られた、それからさらにそういう流れは朝倉美術館とか、それから坂田へと受け継がれていくと思うんですね。そしてそれは中にある美術館というそういうその機能内容というよりは、あるいはそれを構成している建築の各部位というのは当然かもしれませんけど、それよりもさらにそれを含む自然のいろんな諸要素、それを全部こう統合するようなことの中で一つの作品がまとめられていく、あるいはその坂田で言えば森田茂画伯のあの展示室の周りを杉で植えて杉で囲まなきゃならないんだ、なんかね、何かやっぱり一つこう論理性がやっぱりずっと今までにわたってこうメインになってきて、例えば一番素朴なのはね、形は機能に従う、機能は形に従い、機能は形を決定し、なんとかって言いますかね、そういう意味で形と機能とを直結してそれで考えていく、そういう考え方がちょっとそまりに素朴すぎるなという、なんかもうちょっとね、生きた人間が相手なんだよね。でもうちょっと柔らかく、もうちょっと膨らみがあってという方法があるんじゃないだろうかということを考えて、中村君には、じゃあお前統計を考える、統計の中には主観がも入る、感覚も入る、測定も入る、そういうものを入れながら最後の決定は主体が決定していく、だからそういうことで主体が決定していくところは、これはデザインの世界だから、こちらの方をとりあえずやっていこうよというので、鬼の出しの計画のテーマにして随分長い間やったんですよね。人もたくさん使ってね、でまず一つは観光施設ですから、流動、長距離から近距離から渡る一つの流動がある、それから今度その場所に入ってからの流動がある、でそれはね、季節軸と軸、要するに時間軸ね、それから日々一日の中の軸単位と、いろいろこう小単位から大きい単位まである、でその中に流動ということはかなり直感的な誘導みたいなものもあるはずです。でそういったものをやるのは、例えば数学の世界で生態理論みたいなね、そういうようなもので、まあそれで全部計画できるというふうにもじゃなくて、計画をチェックしていく一つの手法としては今の段階では必要なんじゃないだろうかということを言って、
やらせたんです。それでかなり年数かけて調査をしてね、それを軸にして、それを軸がね、今までの計画は最低、要するに空っぽになった時といっぱいになった時、この2点を抑えて計画するわけですよ、大体ね。そうじゃなくて、これは波を変わっていくんだと。その変わっていく要素っていうのは、これかなりアメリカなんかのかなりのね、そういう研究が進んでたから、そういう手法を少し研究してやってみたらどうだろうと。それで、じゃあもう一つ、じゃあこういう施設を作るときに、最大と最小という関係、数がある、あるいは適正値というものが。で、その場合に最大も最小も適正値が、これは相対的な問題であって、その相対的な問題は、1年間の季節を通した軸がまず考えられていくだろうということで、かなりね、数理的なものを我々はテーマにした。鬼吉田市の。鬼吉田市です。で、同時に計画してたのはこの中学校。中学校ですね。中学校の方は、とにかくあの頃は学校建築ってのはもう安建築の代名詞だったんですよね。そういうあたりいくらだったかもう忘れちゃったけど、まあ、とにかく学校はもう安くて安いんだと。で、安いけれどもその中で、要求を満たさなきゃいけない、社会的な要求を満たさなきゃいけない。で、そこで出てくるのが標準設計っていう言葉が出てきて、概念がね。で、あの当時の資料修正を見ると標準設計ですよ、みんな学校は全部で、それでね、ちょうどこの学校の結果から千葉県が大体睨んでたから、千葉県で一度シンポジウムがあった。で、それに引きずり出されて、お前なんか時々変なこと言ってるけどそれ何なんだそれで東大の人たちがずらっとこう言ってね、それで僕は標準設計の研究会でしょ、これね、標準設計っていうのは何を目標にしてるんでしょうか。で、標準っていうのはどこにでも通用する標準なんて世界にあるはずないでしょう。だから標準設計にはちゃんと社会的な目的っていうのがあって、で、その目的に対して、それに対してこういうこれだけのことをパワーしていかなきゃいけないという標準ならば分かる。だからああいう書き方をされるって学会の資料として標準設計建築設計資料修正何冊か出てるよね、あの中で、あれはもう外長い間通用してた、あれにしたかってみんなやってる。で、それで僕は標準っていうのはそういうものではないはずだ、だから明らかに例えば10年計画の教育施設の10年計画を目標にして、社会的にねこういう目標にしましょうというのは考えられます。これをね、これを枠が何にもない、どこに時間軸を合わせていいのかわからないで標準設計っていうことはありえないでしょう。で、私はここで考えたのはもっと感覚的に考えました。で、教育というのは量でも測れない感性だ。で、感性で建築を考えなければいけない。ただそれはただ感覚的なもので手が動いているのではないんだと。要するに機能論を批判したわけです。そうですね。そういう建築基準を考える、量的なものを考える中に非常に重要な雰囲気のようなもの、景観との関係とか、なんかそういういろいろあるわけですよね。そういった問題をメインにしていけばお金をかけなくてできるはずだと、というので立った計画がこれだ。で、その時にはちょっとその時はまだ使ってなかった言葉だけども、結局頭の中には自立性っていう言葉を、オートノミーっていう、オートノミー、自立性というのはこれはもうカントの中心的な概念ですよね。で、形は機能を決定し、なんとかっていうそういう関係ではなくて、もっと主観的なんです。もっと主観的にこういう形にするんだと、こうしたい。なぜかというと、その作家、芸術家、あるいはなんか制作者、それの一つの心があるはず。こういうものにしたい。その拠点は中にあって、経験の中にあるわけですよね。で、それで
作っていいんだと、機能を一本に絞ることがおかしいんじゃないかということを考えている。で、そうすると、うん、柱は力学的にあった柱の大きさと配置というだけで決められているけれども、そうじゃないんだと。例えば、クッキーを支えている柱だってあるでしょ。何にもない柱。だからね、でこれは何もないから、形態は自由なんですよね。だから一本の棒を刺せば、これは柱である。でところが、人間はこの柱に対する対応の仕方って、気持ちが動きますね。心柱だったかね、なんか柱。で、そういう柱がね、一本立つと、その周りに空間ができます。この空間はバンダリーはないけれども、中心に行くに従って強くなっていく。吸引力はね。そうすると、この一本の柱を決めるものは、どういう空間、どういうふうな動きで、どういうような関係で、子どもたちにこの空間を感じさせるのか、それから周りの周辺風景をどういうふうにこちらと関係づけていくのか、そういった感覚的な、感性的な柱なんだ。そういう柱はあるはずですよ。日本語にもたくさんそういう言葉で柱使ってるんだからね。で、それで電信柱がこの頃、日本は貧乏だったんですけどね、木の電信柱をコンクリートにするよっていうんで、工場で作ってきた柱にどんどん置き換えていった。だから工場行くとね、出来損ないがたくさんあったんです。それはいろんな太いのかなんか細いのかっていうのを4、5本もらってきて、で、ぶったってたんですけど、なぜそうしたかっていうと、オープンシステムの空間を作るほどお金が豊かじゃない、余裕がないから、最小限の教室機能空間を作っておいて、そこにずっと大島まで見渡せる大景観が目の前にある。これも全部学校だと。それはここを卒業すると、先生で教わったことは全部忘れちゃってもいいんで、あの学校にはそうですよね、あれが見えたよ、広がってたよっていう、その方が大事なんだ。そうですよね。というちょっと極端な言い方をして、で時々それを決してするために、下にある防風林は残しましょう。その防風林の中に入ると何にも見えなくなってしまう。まだ霧の空間の中に入っちゃうんですね。でそこにちょっとこうお椀のようなものを置いたのが図書館。図書館、ね、まあ、そういう考え方で、それは標準設計にはないんだということを説明にして、だからお前は学校を設計を命じられているんだ、何も観光施設を作れなんて言ってないよっていうことで、それはおかしいですね、まあ、それでは仕方なくやらせてくれたわけです